本日は新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画改定版と骨太方針などについて取りまとめていただきました。我が国が時代の転換点ともいえる構造的な変化と課題に直面する中、30年ぶりとなる高い水準の賃上げや企業部門における高い投資意欲など前向きな動きが現れています。足元でのこうした動きをさらに力強く拡大すべく、新しい資本主義の実現に向けた取り組みを加速させていきます。まず人への投資、構造的賃上げと労働市場改革を進めます。希望する個人が雇用形態、年齢、性別、障害の有無を問わず自ら働く方を選択でき、昇給、転職を通じて主体的な学びが報われる社会を作っていきます。また子ども子育て政策を抜本的に強化し、少子化トレンドを反転させます。さらに社会課題の解決に向けたスタートアップの育成や国内投資を進め、成長と分配の好循環を実現します。グリーン、経済安全保障、AI、半導体、電池といった戦略分野など、市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野において、官民連携の投資を拡大し、持続的で包摂的な成長へとつなげてまいります。今年の G7 広島サミットでは、人への投資や供給サイドの改革を通じて持続的成長を目指す取り組みの重要性が共通認識となりました。我が国においても新時代にふさわしい経済社会を創造すべく、今年の骨太方針の副題は加速する新しい資本主義、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現としています。本日取りまとめた政策方針に基づき、今後予算編成や制度改革の具体化を進め、速やかに実行することにより、国民全体が将来に明るい希望を持てる経済社会を作ってまいります。以上です。